こんばんは。21世紀甲子園最強ランキング、今回は20位から11位まで発表したいと思います。前回だいぶ前ですけど30位から21位まで発表しました。今回は20位から11位までの発表となります。早速第20位、中京大中京高校215ポイント。第19位、近江高校220ポイント。20位の中京大中京は、2009年夏の堂林を要して優勝したポイントが大きくこの順位に反映されております。第19位の近江高校は今年の春も準優勝しましたし、昨年の夏もベスト4と最近また新たに力をつけております近江高校、第19位。そして第18位、沖縄興南高校225ポイント。興南高校といえば何といっても2010年トルネード島袋投手を擁して春夏連覇を達成した興南高校、第18位。第17位、仙台育英高校230ポイント。もう少し上かと思った仙台育英高校、17位です。仙台育英も何年前だあれ、2015年か16年。あのピッチャーが佐藤瀬名君、あとロッテの平沢選手を擁して準優勝した仙台育英高校、東北勢としては一番優勝に近い存在だと思います。そして第16位、敦賀気比高校230ポイント。同点ですが仙台育英と敦賀気比高校は先発で優勝してるんで、優勝ポイントの差で16位が敦賀気比高校となります。第15位、龍谷大平安高校240ポイント。龍谷大平安も安定して強いですね。2016年かな、選抜で今ヤクルトで活躍してる高橋奎二投手を擁して優勝しました平安高校。第14位、浦和学院高校255ポイント。浦和学院、埼玉の U 浦和学院、今年の春もベスト4まで行きました。今ロッテの小島投手でが2年の時かな、選抜で優勝してますね。浦和学院も強い。埼玉浦和学院と花咲徳栄の今二強時代ですね。第13位、駒大苫小牧高校265ポイント。これ苫大苫小牧は何といっても2004-5が夏の甲子園2連覇、2006年が準優勝、双日との延長再試合の準優勝、田中マー君活躍しました。2年の時の田中マー君すごかったですね。その優勝2回、準優勝1回が、これが全てですね。それで13位に食い込んでおります駒大苫小牧高校。そして第12位、報徳学園高校270ポイント。報徳学園はコンスタントに成績残してますからね。それで270ポイントで第12位に入っております。そして第11位、愛媛済美高校270ポイント。これも済美と報徳同ポイントですけど、これはなんでかな、270、270、済美。済美も選抜優勝1回、報徳も選抜優勝してますよね、大谷投手で。2001年になってたよな、あれ。21世紀になってましたよね。あ、準優勝があるからかな、済美は準優勝があるんで、
その分、あ、2回優勝すれば、サイビは優勝、あ、そうだね、優勝1回と準優勝2回ぐらいあるんで、その差でサイビが11位です。以上、第20位から11位までもう一度振り返りたいと思います。20位中京大中京、19位近江高校、18位興南高校、17位仙台育英高校、16位敦賀気比高校、15位龍谷大平安高校、14位浦和学院高校、13位熊大苫小牧高校、12位報徳学園高校、11位愛媛済美高校。以上が20位から11位まででした。それでは失礼します。